ね、ありがとうございますね。それさ、あの、なんだろう。ありがとうございます、ね。見ついたらいいよね、このね。はい、この人、この人って。あ、それはちょっと無理ですね。最後まで選ばない戦闘も多分出てくると思うんでね。それはちょっとまずいんでね。指名料となっちゃう、指名料。そう、また来た時同じ戦闘なんてことまずないんで、また来てくださいね。結構当たり外れがあるんでね。一番今年上の船頭さんが60歳って方が頑張ってますね。一番若いのは去年入った16歳びっくりされるんですけどね。去年あの地元の中学校を卒業してすぐ入ってきた子が一人いるんですね。理由はもう学校行きたくないからって大したもんですね。もう1年以上勤めてますからね、頑張ってますね。去年から女船頭もデビューしましたんでね、10月からね、今年7代目になりますね。毎日仕事出てると体壊しちゃうんでね、ちょっとたまに休み入れながら出番するんですけどね。女の船頭さんに乗りたかったなんて方いますか？